はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス、では続きをやっていきましょう。上の方に大きな穴が開いたので、そこをちょっと調べに行くところですね。地面に穴が開くなんて何？大地の穴、街道に突如開いた大穴、そこには何か魔物がいるらしいのだが、ということで、バトルハードだな。とりあえずやっていくか。最大ヒットポイントが高い敵に毒を与える。倒して敵の行動を阻止。毒か。うおぉ、なんかムカデみてえなのが出てきた。こいつは、あの魔物は何？かつて帝国を苦しめた大地の蛇に似ています。大地の蛇、危険な敵のようね。蛇っていうレベルじゃないでしょ。踏みつぶされてそのまま終わるよ。編成はこれでいいかな。このままちょっと戦闘を開始していきましょう。土メンバーはね、2人いたんで。おお、こいつ体の中燃えてねえ、なんか炎で。さて、はやぶさ切りのヒートビート使おうか。攻撃力が上がった。交流波があったね。ちょっと交流波使おう。使えるよね、4だから全部使うな。まあいいや。土の呼び声、1回の攻撃で終わってしまう。しかし毒にするっていうミッションがあるから。おお、なんだ、あ、敵が降ってきた。流派、いいね、毒。お、そこからのスパイナルチャージってすごくないか。うまさが2とかでいくと終盤の技なんだけどな。じゃあここは普通に攻撃して、まずこのザコッパーを倒した方がいいのかな。じゃあヒートビートでこのザコッパー攻撃して、強撃でザコッパーと。よし、いけ。やり先に痛い。おお、毒になった。逆にこっちが毒になったよ。倒したぜ。電撃発動。うわ、毒、こいつも毒。電撃発動。雑魚を倒していくっていうのがやっぱりいいんだろうな。しかも毒が切れた。これはもう一度毒にするしかない。失礼剣、骨砕き。骨とかあんのこいつ。で、こいつは交流波やろう。どうしようかな。流し入り。ここは怒涛の攻撃で行くぜ。失礼剣。流し入り、やばい、エナジーサッシュ、強そう。誰かすんげえ食らったんだけど。おじいさん、お、毒が治った。意外に毒治るの早いな。これもこの失礼剣で、まだ攻撃力上がってるから。あれ、骨砕きってどんくらい強かったっけ。ちょっとこいつも攻撃させよう。状態異常は基本的に効くのかな、ボスであろうと思う。失礼剣。あ、土の呼び声。おお、すげえ、毒とかめっちゃダメージ当たるな。でもなんかそこまで強い相手じゃなかったけど。あとザコッパがどうなるかだな。ザコッパも倒さないといけなくはなさそうだね。勝利。おお、土の結晶12個。しかもこれもゲット。いや、毒いいね、毒。キャスリン砦の様子が
お、なんだ、砦で何かあったようです。行ってみましょう。土の結晶を15個手に入れた。お、やったね。あれ、さらに金の結晶も手に入れた。水の結晶を手に入れた。いやー、やったやった。あの黒旗は一体。キャスリン砦、ユラニウス家の旗が下ろされ、謎の黒い旗が掲げられたキャスリン砦。一体何が起こったのか。占領されたのか。火だな。クロッ何これ、クロスみたいな。なんて言ってんの実際あれ。殺す人文字って。そう、あとちょっとね、術をね使いたいんですよね。ここは火だからウルピナとヤマトがいるってとして、ベアトリス、こいつをソロに変えようで、オッケー。杖を持ってるやつが術を使えるみたいなんで、で術はなんかね、炎症時間が必要みたいなんですよね。まずちょっと術、気合打ち、あ、術力アップか。まずこれをやるっていうのもあれなのかね。で、茨の呪縛、あー、全体攻撃ね。でもなんか2っていうのが多分炎症時間かな。あ、まずちょっと茨の呪縛をやってみましょう。さらに1でいかないといけないから、先行好きの、まあ、早草切りでいいかな。痛いからった、痛いからった。栄翔、あー、栄翔プラス一ターンか。先にこっちを倒そう。で、そこからの、ここら辺でいいかな。こいつの二人はね、2しかないからね。流し切りでもやるか、じゃあ。流し切りって、だいぶ後ろに行くな。ここら辺の順番操作もね、痛い、使っていけるといいんだけど。電撃の発動条件ってどんな感じだ、いまいちわからん。で、発動する発動しねえし、茨の呪縛、あー、まあ強いね。でもまあ2ターン、どうだろうな。でも栄翔さえすればもう1回星を使うっていうことがないんで、まあダメージコントロールにはいいかな。まあこいつはもう殴ってれば大丈夫でしょう。ほら、よし。ポイントアップ、火の結晶、物質系の敵、弱点雷。これはなんか前も出てたな。一旦退却しましょう。何、一旦退却するか、じゃあ一旦帰るか。どこ行けばいいの。あ、煙が上がってる。シルネームから煙、何事。おお、また占領された。怪しいやつ。お、なんか刺さった。待て、ここか、いるね。おお、行った、あの城に入ってった。あ、なんかこっちにいる。イジグ出現に出現、え、イジグ出現に出現する亡霊たち、彼らは一体何者なのか。バトルになった。てかさ、どこ行けばいいのこれ。ロニ君は謎の敵に制圧されてしまった。バルム城は果たしてユラニウス家の敵か味方か。え、どっちだこれ。ここも気になる。ちょっとこの黒い煙の塔行ってみよう。誰も戦闘不能にならない、任せろ。また出たこいつ、コロ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 ス。まあ、ただ強くはないからね別に。戦闘準備、あ、大丈夫か。術使いはなんか一人入れておきたいっすね。
まあ、せっかくなんで、まあ、武器の種類がね結構いっぱいあるからね、やっぱりゴマサガ系は。まずはじゃあ継承はさせておこう。でもいいかな。で C を先に攻撃していって、何かわされた。しかも足払い、足払い、おこいつ見て、来たノーダメージだし、このターンマジか。サミング、足払い、防御、防御のやつはやめとこう。なんかきっとさっき回復したのやってたのかな。術遅いね、一番最後か。こいつ早い、いった足払い、やばい。なんか足払いでさ、スタンになって術が発動しないとか嫌なんだけど。ほら速さダウン。じゃあ先にこいつを倒して、流し切りを使おう。あ、流し切り違う、遅くなるんじゃなくて速くなるんだもう術を使ってる関数は多分ないからね。普通に攻撃をしていこう。この戦闘時計大変な、本当に。電撃発動、全電撃、いいね。ゆるびな、お、5も上がった。てか12とかめちゃくちゃ上がったんだけど。よしよしよし、各バトルには地層があり、粛清の防御が一致する人間の能力が上がる。人間っていうか人かこれ人以外も仲間になるのかな。一旦退却しましょう。いやよ兄様、兄様。そうか、あいつどうしたんだ。そういえばここに留まるのは危険です。兄様を見捨てろというの。うん、まあ自分で大丈夫だよねみたいな。え、どこ行くの。ところで兄様を助ける力はないということで、姫のできることがあります。父上のところへ急ぎましょうって。キャサリン峠を越える最短ルート。あれ、左上に変なやつがいる。超怪しい謎の敵。あ、さっきの土人形、土人形だったんだ。じゃあちょっとこっちだよこっち。どうしよう、まずここから行ってみよう。バトル、まあイージーだしね。麻痺毒眠り混乱の敵に麻痺毒眠り混乱を追加で与える。何ってことは、まず毒にしてさらに毒にするってこと。毒でもいいんだよね、毒毒なんてあるの、猛毒的な。敵は2体だから、まず交流派で、後ろのやつ防御してね、こいつを攻撃しよう。交流派毒になれ、何毒にならない、そもそも。じゃあ毒にして、それでちょっと継承できねえし、気合打ちで、じゃあ実力を上げるか。あれ、オリハ、何毒にならない、オリア。てかこいつは攻撃力が強いんだけど、もうしょうがない、そのまま倒しにかかろう。先行軸でいいかな、まあ、早すぎていいか。で、術をこっちにやろう。やらうち、よしオッケー、電撃発動。ほら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 、
蹴りがつくときは実はあれだな、閉所が終わる前にそもそも戦闘が終わってしまうっていう。よし、瞳タップ。おお、いいね。この世に何か未練があってさまよっているの？それとも何かの呪いなのかしら？未練もある。またこの地の呪いでもある。我らはこの地、アラン族との戦い敗れた。我らが王を守らんと自らを生ける壁とした。だが王は囚われ連れ去られ、我らの死は無駄になった。王の運命を知らずにこの地を離れることなどできぬ。ああ、なるほどね。我らの思いに出現の大いなる意志が応えた。大いなる意志から溢れ出る横島なる気は我らを亡者として蘇らせた。それってちゃんと答えたっていうの？さらなる邪気の蓄積があれば、我らはこの出現を離れ、自らの足で王の運命を知る旅に出ることができる。マジか。王の運命を知ることができれば、お前たちは安らげるのか。そうだ。出現の大いなる岩の邪気を断てば、お前たちは静まるのか。そうだ。それでは私がやりましょう。え？王の運命を知る旅。まあ、王の運命はちょっと知っておきましょう。お前にそれができるかな？しばしますとしよう。我らは血脈のものよ。血脈のものなの？ああ、なるほどね。これ亡霊だったんだ。ちゃんとちょっとこっちに逃げ込んだんで。戦闘が2回あるね。最後の敵を連撃で倒す。一度も敵の連撃を受けない。パルム城はユラニウスケを助けてくれるのかしら。だって変なやつが入ってったよ、ここ。やめておくってやつどうする？近づかない方がいいわね。ああ、単純に戦闘しないってことね。まあいいや、ちょっと、行ってみよう。せっかくだし。助けを求める。おお、なんか出てきた。まさかこのタイミングでパルム城へ置いてくださるとは思いませんでした。何とぞ。シルミニウム奪還の手助けを。その願いは聞きませんな。姫はパルム城で大切に保護いたしますよ。あなたに保護してもらう必要などありません。うん、姫を手放す気はありませんのでな。え？普通に戦うの？まあ、戦闘とは書いてあったけどさ、まあ、とりあえずこれでいいでしょう。何これ、この敵。ああ、歩兵みたいな感じだな。マンイーターってさ、モンスターじゃん、完全に。まあいいや、ちょっと失礼器使ってくんな、こいつ。ちょっとじゃあこのサイレンをやろうか。敵が3体いるからね。2ターン経つ頃には敵の数減ってそうだな、ただ。お、ガードした今。いや、術なかなか難しいね。ただ使い道が、どうしようかな。そうすると2あるから攻撃をやっておこう。お、すげえ、めっちゃガードする。わー、狙い撃ちのくせに外しやがった。もう一回詠唱した。うおー、全体攻撃きつ。しかもみんな素早さで下がってるよ。こいつぶっ倒して、マンイーターを先に倒すか。3あるからな。これは流し切りを使おう。なんとなく流し切りいいよね。ロマサガ2での思い出があるからね、流し切り。実際流し切り自体はあんま強くないんだよね。ロマサガ2も。OK! サイレン！どうだ ?32、31。2ターンかけてこれか。花粉の方が、おい、1人やられたもんじゃ。モンドかやられた。地走り。かっこいいね。てか強っ。
戦闘不能になってしまった。ヒットメイト3アップ。そうか、連戦か。そういえば今度ハードだし、今のでイージ。モンドが LT が1減ってるね。まあでもいいか。戦闘から外すと LP は回復していくみたいなんですけどね。で LP がね0になってもね、死亡っていうか永遠に使えないってことはねないみたいなんですよ。大変だな。攻撃とか強いからな。この衛兵を先に倒すか。まあいいや、ちょっと先にこっちをやろう。影縫い麻痺発生ある。いいね、ちょっと影縫いでこれをやっとこう。状態異常聞いてくれればすげえ助かるんだけど。はい、次にクリティカル。痛い。あ、どうだ、ミスるな。痛い。敵のリザーブ技。あ、そっか、怒りになるとこいつしか与えられないんだよな。あとはこんな感じでいいかな。やはり麻痺にはしたい。あ、こちらと収束のやつ買ってた。でもなんかリザーブ解除したね。いや、ちょっと待って、結構きつくないか今の状態。さよう先に防御か。ちょっとね、防御されるのは嫌だからな。スイング、スイングも3か。ちょっと茨の内訳っていうか、これサイレン使おう。一回使っておけば、あとほっとけばいいんでしょ。ジプシーとかすっげえな。ハイブサギリングの方だな。あといるのか。先行時か。よし、これにしよう。はい、やばい、死ぬ。栄翔を流し切り。いいね、強い。天地二段とかマジで使い。うわっかー、やられた。モンドが速攻やられるな最近。スイングダウンって4も来たのかよ。こいつも怒りになってきたな。あと流し切り。身代わりになって死んできたか。悲しいやつだ。スイングダウン、ガーやられたー。ウルピナももう一ターンかかるか。だがめっちゃたまったね。もう収束の矢を使おう。地走りとかすげえ怖えな。で流し切り。術の方が先に発動するか。収束のやつやだ。ゴー身代わりガードして、いや、地獄がやられた。これはやられる恐れがあるぞ。影縫いでやっぱり動きを止めよう。そっから俺も地走り使おう。地走りって天地二段とかマジ無理でしょう。かけない。ダメだー、効かない。天地二段だってかっこいいもん。うわっ、きたー。スイングダウン、痛い、やられたー。ライブ、もうこんだけ星溜まってるけどさ、無駄だよね。これはちょっと負け戦になるかな。え、なにこれ、シャムスの恩恵みたいな。やった、倒した。
あ、そして相手スタンになったもしや。なんかちょっとしたあれだな。ここからは1対1。ツーラウン。やらなか。残ったけど。俺の方が多分遅いよねこれ。なんか早くなるやつないの？流し切り。全然ダメだ。トロすぎるなこの重装歩兵。地走りだー。これはもう絶対無理だ。やられた。全滅。ヒットポイントの高い敵には毒が有効だ。あ、そうだ、そんなんあったね。忘れてた。交流波使えばいいのか。これどこまで戻されるの？なんか一応ねオートセーブ的にはあるんだけどね。あれ、捕まってしまった。あ、そうか、そういうことか。兄様の安否も分からず父上に下級をお知らせすることもできない。なんて情けない。渡してダメだ。黒装束。ここで何を。お、開けてくれた。鍵が開いている。助けてくれたの？それとも罠？例え罠でもここでパルムの道具に使われるよりはマシね。脱走だ。みんなで脱走したのこれ。ちなみになんとか脱出できたわ。今はパルム城に近づかない方がいいわね。そうこんなとこはもう。今はパルム城に近づかない方がいい。逃げろー。で、どうしようかね。こいつら、これ多分普通の敵だろうな。戦ってみようか。ハードだしね。ハードとかもう嫌なんだけど。ボート小屋。姫さん、何があった？シルミウムから煙が上がっていたか。占領されてしまいました。なんてこった。俺なんかでできることがあったら言ってくれ。そうか、別に今はボートでどっか行くってわけじゃないしね。ここはネクワ。ネクワへはお入りいただけません。どうして占領されちゃったの？ユラニウス家とは当面の間関わらないという決定がなされたんです。町の評議会の決定です。申し訳ありません。そうか、捕まえられないだけありがたいと思うわ。なるほどね。なんでユラニウス家のせいになってんの？治安が乱れたから。そっとこっちか、塔の方だよね多分。ここを突破するわ。なるほど、ちょっとこっちの村も行ってみよう。のどかな村。ここも占領されてしまったの？姉ちゃん出た。姉ちゃん。ああ、ウルピナ様ですか。あの連中かと思って隠れておりました。何があったの？怪しい連中がやってきたなーって思ったらいきなり武器を振り回し始めて慌てて逃げ出したんで、しばらくするといなくなって。ああ、なるほど、ここには常駐はしてないんだ。何なんですか、これからどうなるんですか。知らんよそんな俺も。頼りなくてごめんなさい。あれ、武器とかなんか強化できなくなってるし、しょうがない。このままじゃあこのタワーを突っ切るか。釣り具と戦闘は3回ですね。というところで、まあちょっとここの領地が占領されつつありますので、まあ次回助けを求めに行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。